ジャンヌ・モローは、フランスの女優、脚本家、映画監督、歌手。フランスを代表する女優として知られ、映画界への多大な貢献を評価されて、フランス内外から名誉賞等を授与されている。パリ生まれ。父は、フランス人のレストラン経営者。母は、イギリス人のキャバレーダンサーで、母の影響を受けて育つ。パリのフランス国立演劇学校で演技を学び、 1947年に舞台デビュー。劇大コメディフランセーズで頭角を表す。映画にも出演し始め、ルイマルの地形大のエレベーターや、フランソワ・トリュフォーの突然炎のごとくなど、ヌーベルバーグの監督たちの作品で国際的な名声を得る。ミケランジェロ・アントニオーに、夜、ジョゼフ・ロージー、エヴァの匂い、オーソン・ウェルズ、審判、ルイス・スブニュエル、コマ遣いの日記など、 著名な映画監督と組み、ウェルズはモローを世界で最も偉大な女優と評した。マルグリット・デュラス原作の雨の忍び合いでカンヌ国際映画祭主演女優賞を受賞。同じくデュラス原作のマドモアゼルでは主演を愛人・ラマンではナレーションを務めている。デュラス愛の最終章では生前進行があったデュラス本人を演じた。映画界への多大な貢献を評価され、 フランス内外から名誉賞等を授与されている。国内では1995年と2008年にセザール賞の名誉賞、2003年にカンヌ国際映画祭のパルムドール名誉賞、国外では1992年にベネツィア国際映画祭の栄誉金支賞、1997年にヨーロッパ映画賞の生涯貢献賞、2000年に ベルリン国際映画祭の金熊名誉賞を贈られた。また2007年には芸術文化勲章のコマンドゥールを受けている。1949年に俳優のジャンルイ・リシャールと結婚し、カズオ・ジェロームをもろけるも後に離婚。1977年に映画監督のウィリアム・フリード・キンと再婚したが、1979年に離婚している。 2017年7月31日午前、パリパック、フォーブール、サントノレ通りの自宅アパルトマンで倒れた状態で、亡くなっているのを、家政婦が発見した。その後、代理人とパリ八区長によって死去が発表された。調査結果によれば老衰。89歳ボー同日、エマニュエル・マクロン大統領は、声明を出し、映画を体現したモローに敬意を表した。 同大統領は、映画、舞台界の伝説的女優だったジャンヌ・モローは、真の自由と共に人生を失踪したアーティストであった、と、いたんだ。ありがとうございます。